こちらも見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。体験された方はその場で、お待ちください。ぜひお名前とご感想をお伺いしたいと思います。こちらも見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。それではあちら側からこちらへ呼びたいと思います。お願いいたします。はい、こちらも見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。この貴重な鷹匠体験を見事こなしていただきましたお客様に大きな拍手をお願いいたします。じゃあお一人ずつお名前とご感想をいただきたいと思います。じゃあお名前からお願いいたします。高松陽子です。一度鷹止めてみたかったすごい嬉しいです。思ったより割と嬉しいです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。お名前をお願いいたします。加藤俊一です。正月早々に高に捕まえてみてありがとうございます。もう一富士二高三なすびの鷹を経験して体験していただいたので今年はすごく縁起がいいと思います。ありがとうございます。では お名前をお願いいたします。埼玉から来ました広田と申します。3年越しの夢が叶ってやっと選ばれまして思ったよりですね本当軽くてびっくりしました。文鳥とかインコはですねこうやって手乗りで遊んでたんですけどそれとは全然違う経験で本当新年からいい経験をしていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。3年越しということで本当毎年ありがとうございます。午後とあと明日、午前午後も鷹匠体験を企画しているので、ご希望の方はぜひお願いいたします。名前をお願いいたします。マスコトモコと申します。7、8年ぐらい通っていてようやく本当に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいですね。そうやって毎年お越しいただいて本日はどうもありがとうございました。